悲劇急行列車は、1967年6月3日に公開された日本映画、列車シリーズ第一作、厚見清が人情味あふれる車掌を演じている。国鉄のベテラン車掌、青木五一は、ある日勤務で、東京発長崎行きの寝台特急、桜乗車中に、昔憧れていたマリコと再会する。五一は、車掌室に戻ると、 マリコへの思いを独り言でトロするが、うっかり車内放送のマイクがオンになったままであったため、列車中に放送されてしまい、車内は大爆笑の渦に。思い焦がれていたマリコが、夫に決別するためにこの列車に乗ったことを知った。小一は、少し喜びつつも、東京へ帰るよう説得をする。翌朝、前の晩騒いでいた5人組のホステスの下着や、宝石が盗まれる。 窃盗事件が発生。偶然、マリコが目撃者であったため、犯人は無事逮捕。長崎に着き、マリコと別れたゴイチだったが、偶然平和公園でマリコと再会。ゴイチは喜んで市内を案内する。長崎物語を口ずさむほどご機嫌なゴイチだったが、死んだ父と一緒にいるようで楽しかったと言われがっかり。帰宅したゴ一は、仕事に理解のない妻のキヌコに、 マリコからの手紙を見られ、浮気ではと疑われてしまう。ゴイチは次の仕事のため西鹿児島行きの特急、富士に乗車。浮気を疑ったキヌコもこっそり、東海道新幹線で追いかけて、熱海駅から富士に乗り込み号をつける。キヌコが車内にいることでゴイチは、びっくりするも、そこに乗客の出産騒動が発生する。キヌコが助産婦だったこともあり、騒動は無事収集。 鹿児島に着いた五一はそこでマリコと再会するが、夫と復縁することを告げられる。こうして、キヌコとのわだかまりも解け、五一の仕事も理解されたのであった。クレジット順1967年4月4日、東映本社会議室で制作発表会見があり、大川博史東映社長、坪井与東映専務、瀬川昌司監督、厚見清佐久間良子らが出席。 大川社長は、東映もそろそろ脱皮する必要がある。人生には、笑いが必要で、東映としてもここで、喜劇路線を確立したいと思う。とことんまで押していきたいなどと話した。瀬川監督は、厚みほどユニフォームの似合う俳優はいない。彼は平均日本人のキャラクターの持ち主で、その怒りや悲しみがストレートにファンに染み込んでいく。この作品では、 このような彼の魅力を100%引き出してみたいなどと抱負を述べた。厚みは正直言って主役に選ばれたことで面食らっている。列車のことは何も知らないが一生懸命やりたいなどと話した。列車内のシーンが多いことから車内セットが必要になったが制作にお金がかかるため国鉄から一車両を借りることにし国鉄に協力を仰いだ。 しかしちょうど春の移動再生期で国鉄から東海道本線では遊んでいる車両はありませんとにべもなく断られた。このためクランクイン予定が1ヶ月遅れた。その後は国鉄の協力があったとされ撮影期間1ヶ月の間東京長崎間の寝台列車を特別に用意してもらい半分以上がセット電源車を連結して撮影できたと言われる。 瀬川監督は大川社長が以前に国鉄におられましたから。その頃の国鉄総裁は大川さんのかつての部下なんですね。だから国鉄がとても協力してくれて、長崎業の寝台特急に撮影用の車両と電源車を連結してくれたりして、国鉄の PR 映画にもなっていたんですなどと話している。 全国の国鉄職員とその家族に1 0 0から300万人に割引前売券を売りさばいたとされ大ヒットした。本作の公表を受け、シリーズ化が決定し、以降、喜劇団体列車、喜劇初詣列車の2作品が制作され、本作、喜劇急行列車と合わせた3作品を、東映列車シリーズ、列車シリーズと呼ぶことが多い。 二作目を制作中と見られる1967年10月の文献に東映国鉄路線と書かれたものもあり、他に喜劇、列車シリーズ、旅行シリーズと書かれたものもある。本作及びシリーズの企画は映画は粒の素人と言われた大川博士東映社長で大川の唯一の企画映画と言われる。厚見清は大川社長に僕は昔、 鉄道員になりたかったんだが、記者ポッポが好きでね。その夢が実現しなくて、活動屋になっちゃったけど、君が僕の代わりに、車掌さんをやってくれないかと言われて握手して生まれたのが、列車シリーズと述べている。ただし、主演の厚み清、監督の瀬川昌二は、岡田茂プロデューサーが、東映で、喜劇路線をしこと、厚みは東方から引き抜き、瀬川は、 監督に昇格させた人である。春藤博氏は、大川社長の企画は、大いなる旅路だけではないかと話しているが、これは誤り。大いなる旅路、大いなる爆心の企画は、東映の鴨秀夫プロデューサーと書かれた文献があり、鴨は、東映教育映画部制作の児童映画、仲良し特急の企画者でもあり、国鉄関係者が感激して、大川社長に感謝状が送られた。 本作の企画にもカモは名前を連ねており、実際は鉄道映画を得意とするカモのプロデュースと考えられる。平映作、アー同期の桜の人気に追うところも大きいが、大ヒットし、厚みもやっと銭の取れる役者になったと喜んだ。厚みは茶の間の人気を買われ、これまでもしばしば映画に出演したが、いずれも期待を裏切り、不入りが続いていた。厚み主演映画といえば、 1969年から始まるトラさんがとりわけ有名であるが、当時の映画関係者の間では、厚みの顔は所詮は茶の間相手というのが常識化していた。厚みは1963年に宝塚映画と優先契約を結び、数本映画に主演したが、不思想と風来人包丁発砲破れは撮影済みながら当時お蔵入りしていた。 本作のヒットにより劇場公開されている。当時の東映は毎日薬ザ映画が劇場にかかっていた時期だったが、大川社長は薬ザ映画が嫌いだったから、作品の出来は東映内部でも評価は低かったものの、番組に変化を入れなければならないとシリーズ化を決定した。東映は国鉄は死者が28あるから28本作れるなどと話し、 二ヶ月に一本ぐらい喜劇を出そうと構想され、同じ東映東京を撮影所所長、今田智則の企画で、本シリーズと同じ瀬川昌司監督による競馬必勝法シリーズとともに、喜劇に大路線として、シリーズ化された。第二作のタイトルには、団体動員を狙う、喜劇団体列車と命名。鉄道交際会とタイアップして、駅構内の売店で、 当時の一般劇場入場料400円の3割引き価格の全売券を280円で売り、よく売れた。また、NHK 連続テレビ小説として放映中だった、同じ国鉄職員の話、旅路を佐久間良子主演で映画化を決めた。大川社長肝入り路線だけに、年に1回か2回しか訪れることのなかった、東映東京撮影所に、大川社長は、 1967年9月19日、21日と、立て続けに、旅路のセットを訪問し、関係者を驚かせた。19日は、大川の国鉄時代の同僚、磯崎明国鉄副総裁を伴い、21日は、石田霊介国鉄総裁と一緒に来所した。磯崎は、大川からの招待だったが、石田は大の映画好きで、自ら大川に見学を頼んできたもの。 1968年3作目の喜劇初詣列車公開の後、大川社長の息子、大川武史東映専務と岡田茂たち活動や重役が揉め、東映へのお家騒動が起きた。このあおりで、岡田は1968年5月17日付で、東映の映画制作の最高責任者、企画制作本部長に就任し、続いて、 同年8月31日付で映画の制作、配給、工業までを完全に統括する映画本部長に就任。大川社長から映画部門に関しては全権委任され、一つの映画会社の社長の立場に匹敵する大きな権限を持たされた。本部長就任にあたり、エロとヤクザの不良性感度を映画を一層強化すると宣言した。 喜劇発毛列車に続くシリーズ4作目として、喜劇新婚旅行が企画として上がっていた。しかし本シリーズに、厚見清とコンビを組んで3作品に出演中の佐久間良子が不良性感度映画を毛嫌いし、一切出演に応じず、本作のようなエロでもグロでもない映画や、文芸作品にしか出ないため映画出演が減った。このため他社出演を認めてほしいと強く訴えたが、 まだ五社協定の強い時代で思うようにはいかず。自身が映画化を希望した石狩平野が制作延期になり原を立て、厚み清と順法闘争に出て、四作目の出演を拒否し、列車シリーズは終了した。松竹から岡田映画本部長に、列車シリーズの企画は内向きだから、厚み、瀬川も込みでうちに譲ってもらえないかと話が来た。 小畜は1960年前後に、集金旅行や、危険旅行、求人旅行といった本シリーズに似た、旅行シリーズを制作したことがあった。岡田は喜劇をずっと当てたいと考えていた人では、あったが、当時の東映ラインナップでは邪魔だったため、厚みと瀬川に、小畜へ行ってくれと頼んだ。しかし小畜は瀬川に、厚みは、スケジュールの都合で無理だから、主役は、 フランキー酒井でやってくれと言ってきた。厚みは1968年10月から富士テレビで男は辛いよが始まっていたが当初は視聴率が振るわなかった。瀬川は厚みとフランキーじゃだいぶ違うからと断ったら小竹から他に撮りたいものがあったら何でも撮らせるからとくどかれ、瀬川は小竹遺跡を承諾、脚本船橋和夫も含めて 企画丸ごと小竹に移籍した。瀬川の撮りたかったものはアーロン収容所だったが、小竹に騙され、撮れなかったという。小竹は東映の企画を受け継ぎ、1969年の正月映画第一弾公開が予定されていた山田洋二監督の喜劇一発大必勝を延期させて、フランキー堺主演、瀬川監督の喜劇大安旅行と差し替え、 当時の旅行ブームもあって大ヒットした。1969年正月に木戸志郎小竹社長は喜劇大安旅行の瀬川を見習え、これからは喜劇に力を入れると訓示を述べた。これがフランキー酒井と賠償知恵子のコンビで旅行シリーズとして小竹の看板シリーズになった。小竹で映画。 男は辛いよ第一作が公開されたのは1969年8月のことである。このため、東映列車シリーズがトラさんの呼び水という評価もある。また1975年から始める東映の大ヒットシリーズ、トラック野郎のプロデューサー、天尾漢字は、トラック野郎がトラさんと比較されるのは当たり前だが、ちょっと腹立たしい面もある。トラさんそのもののパターンは、 うちの喜劇急行列車などで、すでに東映にあったもので、厚み清が列車の車掌で、それに常にマドンナが組み合わされてね。だからトラック野郎がトラさんの真似をしたのではなく、原型そのものは存在していた。しかもその元になる基本型は、東映前世紀の時代劇にもあるわけです、と述べている。ああ、同期の桜作中に登場するナロネ十二型新大車現在の、 陸前海上 BRT 停留所、ありがとうございます。